国のファンタジア。一日にして国はなる。王のみ国は語る。変化への需要こそ建国と繁栄を見せるキーファクターである。東京ファンタムを送った総国のファンタジー。未来、そして夢の話をしよう。恐れはそれを満ちとる。うちはそれを炎とよる。だが我々はそれを理想。遮るものだよ。こうだ。時の群れのいざなりこの地で続き原始的な美意識が発火した。